ボリスの綿です。私がまず最初に初めてギターをに興味を持ったのがエレキギターからで、初めて買ったギターはギブソンではないんですけど、バーニーのデスポールの黒、同じような感じのやつを、デスポールカスタムのコピーを買いました。エフェクターっていうのは使うもんだっていうのを最初から思ってて、まあ最初のギターを購入した時に、ディストーションとコーラスと、ディレイとコンプが入った、なんかマルチのエフェクターを一緒に購入しました。まず私が使ってる、今使ってるボードはすごい横に長いくて、まあ奥行きがあんまりないタイプなんですけど、まあスイッチャーが一番真ん中にあって一番踏みやすいようになってて、で、ボリュームペダルとか、ワウペダルは右足で踏むので右側に。で、テープエコーは右手で操作するので右側にあって、で、このフリーズなんですけど、たけしがこっち側に立ってるんですけど、たけしとせーのでこう音を出すことが結構、その時に使うことが多くて、なので左側にこうすぐ向けるように置いてます。私が最近組んでるペダルボードの経路の説明をしたいと思います。まず、ギターから EQD のアクエダクトに入って、そこからワウに入ります。で、ワウからスイッチャーに入ります。で、スイッチャー、まあ、8つのループが組めるんですけど、まあ、その後にセンドリターンがついてて、スイッチャーのセンドからボリュームペダルに入って、その後もう一つのワウペダルに入ります。で、そこから EQD のアバランチランに入って、マスフのポゼスド、バナナナエフェクツのマンダラに行った後に、テープエコーに入ります。で、テープエコーの後に、スイッチャーのリターンに戻ってきて、そこから最後、アンプへの出力になります。まあ、このテープエコーもすっごいでっかいんですけど、これも全然代わりのものがなくて、これはやっぱりシミュレーターとかいろいろ出てるんですけど、このテープが回ってちゃんと動いてる、こういう感じになるものってやっぱりないので、ツアーも持ち歩いてます。スイッチャーなんですけど、一つ一つにループ、ほとんど一つのペダルで今割り当ててるんですけど、DS1 のループ、オリジンエフェクツのコンプのループ、マットバースのエアトラッシュのループ、EQD の歪み足すのループなんですけど、その前にフリーズを私は今つなげてます。その次がドワーフクラフトの芝のループ、BQD のハミングバードのループ、マスフのワタファズのループ、で、ま、M9 が今ルーパーとして入ってるんですけど、まあ、ルーパーを重ねたりとかっていう使い方もしてて、今説明したペダルたちなんですけど、これを直列じゃなくて、ループの中に組み込んでる一つずつっていうのにはちょっと理由があって、このスイッチャーがすごく特殊なスイッチャーで、このスイッチャーは、ソウルパワーインストラメンツの斉藤さんに特別に作ってもらったものなんですね。二つの信号が入って、それを四つに出力できるものなんですね。で、まあ、この中には、6個のバンクがあって、8個のループが作れるんですけど、まあ、どのループを組み合わせるかもちろん設定できるんで、
まあ空間系と歪み系を合わせてみたりとか、歪みを2つ合わせてみたりとか、そういう使い方もしてて、私はアンプをいっぱい、ヘッドいっぱい使っていっぱい鳴らしてるんですけど、そのアンプを、どのアンプを鳴らすっていうのを、どの入力があって、それをどう組み込んでどのアンプで鳴らすっていうのが、このスイッチャーで設定ができるので、まあ一つアンプを鳴らしたいとき、クリーントーンとかでちっちゃい音で鳴らしたいとき、まあ一つ出す設定。で、まあ二つ出す設定。で、三つ出して、まあ、ギターソロとか使う設定とか、四つ出す設定っていうのが、調整、設定して、曲の中で強弱をつけることができる。たけしも同じ形の、スイッチャーを使ってるんですけど、私が使ってるものとたけしが使ってるものはちょっと機能が違ってて、たけしはギターとベースダブルネックで使ってるので、ギターとベースがスイッチャーの中でこう分けて設定できたりとか、ギターでベースもギターも出せる設定が作れたりとか、なんかちょっと違うみたいです。歪み達を今ボードの中に入れてる理由は、今までエルクのビッグマフのコピーをずっと使ってたんですけど、やっぱりツアーにこれを持ってってどんどん壊れちゃうんです。何回ももう壊れてて、何回も修理してて、でやっぱり壊れないペダルが欲しかったのと、まあコンパクトなものがボードの中に組み込むのに欲しかったんですけど、ちょうどたけしが以前から EQD のペダルをいろいろ試させていただいたりとかしてて、まあ仲良くさせていただいてて、で私もその流れでまあ少し使わせていただいたりとかしてて、アクロンの工場にツアーの時に遊びに行かせていただいたりとか、で日本で一緒にツアーを回ったりとかして、まあ、すごく親しくしていただいて、で私のそのコピー、その欲しかったコンパクトで、まあエルクのビッグマフのコピーの代わりになるようなものを作っていただけるってお話をいただいて、で実現したものなんですね。で、それで今メインとして使えるようにボードの中に組み込んでます。ボリスの代表曲にピンクっていう曲があるんですけど、それに歪み足すと、あとディストーションも足してるんですね。ディストーションは単体で使うことはないんですけど、まあちょっと歪み足すにちょっと足すと、なんか混沌感が生まれて、私はちょっと気に入ってます。歪みペダルがたくさんあるんですけど、まあ使い分けとしては、まあ、メインの歪みがあって、まあ曲によって使いたい音をどんどん組み込んでて、今はこういう感じになってます。このマズフのワタファズはスマイルっていうアルバムのステートメントっていう曲があるんですけど、そこで弾いてる音を再現してもらったペダルになります。マットバースのエアトラッシュとテープエコーの組み合わせもすごい好きで、で、さらに歪み足すをちょっと足しても面白い音が出ます。単体弾いて、テープエコーを足して、さらに歪み足すも足します。
私はアクエダクトは今あのレスポールしか使ってないのでアームがついてないんですね。でそれでまあちょっとアームを擬似的に使いたいなと思って取り入れてます。ピッチペンドのモードを使ってます。私は今はワウを2つ使ってるんですけど、1つはギターから結構すぐあのペダルよりも前に、まあ、アクエダクトは一番最初なんですけど、その後すぐに1つワウがあって、でまあループを通ってボリュームペダルも通って、その後にもう1個のワウが入ってるんですけど、まあ、普通のワウとしてはこの最初に入ってる方の輪を使って、こっちの RMC の輪の方は飛び道具的な使い方をしてます。さっきあのスイッチャーで2インって2つの信号が入るお話をしたんですけど、あの私はギターの他に、まあ、キーボードをそのもう一つの信号に入れることもあるんですけど、2017年にあの Dear っていうアルバムを出して、その中の曲であのアコーディオンを初めて使ったんですけど、それもあの信号としてスイッチャーに入れるようにしています。まあ、生のアコーディオンだと、まあ、バランスを、まあ、バンドで演奏した時にバランスを取りにくいと思うんですけど、まあ、エレクトリックなので、で、まあ、ギターアンプでこれを出してるんですけど、まあ、このループの中のエフェクトももちろんこのアコーディオンにもかけれるし、このスイッチャーの線路からスペースエコーに入ってるんですけど、それで、あのテープエコーをかけることもできます。で、このテープエコーは実はあの入力が3つあって、まあ、1つはギターの信号が入る。まあ、これもからも入るんですけど、それとは別に、今ここに、ローランドの DC20 があるんですけど、DC20 とバグブラウンドのウィービルをあのノイズを出す設定でここに入力して使ってます。
メインが、マットアンプの GT120 で、2代目にオレンジの OR120 で、今、3代目にオレンジのオーバードライブと、これは一番最初にオレンジが出したリーシューモデルなんですけど、これを3代目として使ってます。私が使ってるオレンジと、とかマットアンプと、たけしが使ってる3で、まあ、ボリスの音楽の中での対比なんですけど、まず、ボリスは、3音下げチューニングで今までずっとやってきてて、で、たけしはギターを弾いてもギターとともにベースアンプも鳴らしてたりとかしてて、割と下の方を支えるようなギターを弾いてて、私は、まあ、リードギター弾いてたりとかで、もっと上の方を弾く感じで対比ができていると思います。私がペダルを使う上で大事にしていることは、とにかくギター、ペダル、アンプをスタジオに持ち込んで大きい音で演奏することです。どんな時でも大きい音で鳴らして、まあ、空気が伝わってくる音の感じ取りながら演奏するのが大事だと思っています。Oh.